ゆりなちゃんだよ。ゆりなちゃんがショールームするって言うんで私も一緒にしてます。一緒にやってます。すごい私のが背高いみたいほんまそれな椅子が高い。ほんま椅子が高い、うん、いやもう春ですよ。春めっちゃ春だよ。今日めっちゃ暑かったわ。来る時ね。それのうちさ朝寒いなと思って、うん、なんかさ家の中の方が寒い、うん、え、わかる。普通にエアコンつけてたんですけど、うん、そしたら全然外行ったら暑い。なんかまだあれだもん、ふわふわのパジャマ着てるもん。うんうんうん、ね、夜寒いよ、ね、夜寒い。風が寒いまだ。うん、わかる。こんにちは、こんにちは。みんな今昼休憩かかな、ね、みんな仕事？仕事か普通に。そうだよね、今日だって平日だよね。あれ新入社員とかなんじゃない？え、マジ？新学期とかじゃない？マジ？そうだよ。そっか、そうだよ。4月ってそうじゃん。うん、やばい。新入社員だ。やばい。おめでとうございます。おめでとう。そっか、新しい子が入ってくんだ。そう、デビュー9周年、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。そっか、うん、そうだよ、新卒新卒。そっか、うわそうだよ、世間はね、新生活の春ですよ。そうだそうだ、うん、そうそうそう。いいね。いいんか知らんけど、ね、いや頑張ってください、ね、明るい未来が待ってるよ。新社会人大変そう、ね、大変そう。でもやっぱ今日はオリエンテーションとかしてんのかな。あ、やるんじゃないやっぱり、ね、やってそう。ドキドキだね、なんか懐かしい。大学とかめっちゃドキドキじゃない、うん、ね、大学ドキドキだよね。大学生とかやばい ね、大学1年生とかやば、やばい。もうなんかこれからでしかないね。うん、マジですよ、うん、だってさ高校とか中学もクラス替えめっちゃ気になったもん。分かる分かる。仲いい子いるかなみたいな。そう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 。もうさ、おった時は嬉しいけどさ、うん、おらんかった時よね、うん、やば、どうしよう、知らん人ばっかないけどみたいな、うん、分かる分かる。めっちゃなっちゃってやばかった。高校3回したクラス替え。うん、3回あった。じゃあドキドキだね、うん、そう。あ、なかった？なんかもう2年から理系文系に分かれてたから、うん、あー、そういうことか。そう、2、3年ずっと一緒で。うーん、そうなの、そうなの。そういう感じね、うん、そう。ずっと一人の子といたいや、わかるよ。その子を休んだら終わり、うん、いや、わかるめっちゃわかる、うん、懐かしい。懐かしいね。何年前？何年前？そうだよ、なんかやだ、思い出すの辛い何年前って考えるの辛い。やばいよね、なんかそんな前じゃないなと思ってたけど、うん、いや、しっかり前だった。結構だよ、うん、しっかり。え、待って待って、やばい。え、5年前とか。あれ、待って、今25で今年26だ。え、待って、10年前に高校の入学してる。え、嘘だ嘘だ、ほんとほんと。だから10年前中3でしょ。そうだよ、だから10年前高校入学だよ。やばい。え、10年前やだ、びっくり、鳥肌。あ、そうじゃん、そうだ、そうだそうだそうだ、だって高1で入ったもん、 AKB。 そう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 、え、やば、そうだよそうだよそうだよ、やばい、やばい、やばい、意外に年取ってんな。やだやだ、ええ、やば、うわ、気持ちでめっちゃさそんな数年前だろうとか思ってたけどさ、思った思った。まあ言うて5年も、うん、あれ、うん、全然5年とかじゃない倍だったわ、やばいんだけど、やばい、うわ、マジか、嘘。え、あの高校の入学式から10年経つの。やばいね、やばいんだけど。だってそっか、うちらだってさ10年目だもんさ。ということは中、もう卒業したってことだね、歴で言ったら。小学校6年で中学3年だから、うん、いや、もうそうそうそう、9だから。やば、やばいやばい。そう考えたら確かに。いや、そうだよ、中学卒業したらもう高校でしかないもんね。うん、怖い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 、一番のホラー。うわ、やば、知りたくない現実ね。こんな意味が分かると怖い話だったね。いや、ほんまマジでそうだよ。怖い。やだ。なんだろう。でもそう思うとあの頃って若かったよね。いや、若かった。なんか若かったはずなんだけどね。うん、いや、なんかうちらは若かったのに若い者扱いされなかった。特にうちはまだギリどっち扱いもされなかったけど。確かに確かに。高校2年3年組はそうそうそう、マジで。
扱いされなさすぎて、えだって本当にかわいそうだったもん見てて、もう大人ですみたいな、うん、おばさんみたいなね言われてて、なんかファンの人がさ、うん、そう言うじゃん、面白がってさ、あそう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 、おばさんいじるよね、そうそうそう、めっちゃ悩んでたよねそれで、うんうんうん、すごい悩んでたんだよ、みんな知ってた、高校2年生なのにさおばさんって言われるんだよ、そうです、しかもそれでさおばさんいじりされてさ、うん、でまあさその中学1年生の子たちがまあ若いからっていうのでさ、そうそうそう、うん、若い子とさおばさんだって、うん、でもさ今の AKB 見て多分18だったら全然次世代だよ、うん、えそうだよ、だってさ愛理ちゃんとかさ、うん、だってもう19とかでしょ、そうだよ、なのにすごいもうなんかこう若い若い若いって感じじゃん、そうそう、えだってゆいゆいだって20歳でもまだ次世代若いって言われてるんだから、だってうちら16でおばさんって言われてるんだよどういうこと、だからさやっぱその時のさタイミングだよね、うん、完全に、そうそうそう、だってソララとかもさ、うん、もう12、3歳ぐらいに見えるじゃん、うんうんうん、でも18とかじゃん、そうそう、なんかマジでタイミングなんだなと思った、うん、そういうのって、え本当だよ、何、20歳ってさ、うん、めちゃくちゃ若いよ、全然若いよ、だって今の20歳って言ったら2000年、2003年生まれとかだよ、うん、さっきやん、まあ、ついこの間やだやだ、そう思ったらさ、若い時におばさんって言われてさ、もうあとおばさんって言われる未来しかないのにさ、もったいないねうちら、うんうん、えめっちゃもったいないじゃん、え本当に若いって言われた時に若いって言ってもらえなくてさ、あとはもうババアって言われるのみだよ、うん、選択肢は、だからここまでこの9年逆、むしろこの9年間若かったはず、そうだよ、 なんならこれからおばさんなんだけど、そうなんだよそうなんだよ、どっちかって言ったらね今からなんだよ、そうそうそう、もはやこの9年をおばとして生きてきたからつらすぎつらすぎ、若いのにおばとして生きてきて、これからガチのおばに入っていくんでしょやだきつい、涙出てくる、そんなのマジ思い出しただけ、今までは精神的おばだったけど次はもう身も心も、いや本当だよねだってアラサーに入ってくんだもんね、そうだよ、もうアラサーで怖い、かわいそう、マジで本当に、うん、本当にやばいよ、ね、マジで、私はさ顔がさ、うん、動画の中、ね、だからさ、うんうんうん、そのおばさんおばさん言われなかったけど、うん、でもあれ意外と言ってるねみたいなそう確かにね、年齢を知った時にね、そう17なのに、うんうん、あ意外と言ってるねって言われて、17なのにみたいな、確かに確かにあるよね、あるね、うん、あるわ、うち逆に老け顔だったから、確かに、ずっともう年、うん、何歳も上に見られとったから、ね、そう15でももう19とか18って言ったから、完成されてたよね、もずっと老け顔だったからね、でも今逆にやっと年が追いついてきたんじゃない、あそうそうそう、うん、今24だけど、うん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 、今もうだいぶ一緒、ね、だからこれから逆転していくらしいよ、ああね、それを楽しみでしかない、うん、今までの靴今までの若いのに年いっとるって言われすぎてて靴だったから、顔がね大人っぽいからね、そうなんだよ、これから若いって言ってもらうと、うん、しんどいわ、そうだよまあでもさ気づいたらさ、うん、確かにね中堅ですもんね、だってさ入った頃さ一番下でさ、うん、言ったら気づいたらさ後輩できててさ、うん、そうだよ、もうさ歴的にもさ、うん、10年目って真ん中もう中堅よりなんならぶっちゃけもう割と上の方やんか、うん、だってもう奈々さんも卒業されましたし、うん、だってえそうだよ、年齢的にも結構もう中堅っていうか、うん、大将みたいなもう結構確かに結構ね、うん、もうねだってこれだってさめっちゃ怖いよね、だって18期ちゃんもこれで入ってきたらさ、う、ね、もういよいよ私たちもうベテランの域に入ってきてますよ、うん、結構ベテランよね、なんか全然自分が、うん、私全然後輩やと思ってたのに、そうそうそう、思ってた、全然思ってたのに、うん、全然後輩じゃなかった、びっくり、気づいたらね、うん、あやねさんって呼ばれることのが確かに多くなってきましたね、確かに確かに、だってチーム K茂木さんしかいないもん、先輩、え、嘘、本当、そっか、トモさん卒業したから、いるいるいる、あ、まなみちゃんとあみちゃんがいる、あーそうだそうだ、でもほぼ一緒みたいな、確かに近いよね、うん、そうそう、そう、確かにそうだ、うん、タッチの差ぐらい、そうだそうだ、よかった、びっくりした、でも少ないで、もうガチで上じゃん、びっくりした、うん、そうなのよ、少ない、
かに確かにな。だってさ、うん、あのクラナじゃないわ、村山チンフォンの時うちら先輩の分類だったもんね、完全に。そうそうそう、後輩多すぎたもん、うん、ポンさんとユーナー、うんうんうん、さんが先輩でその次エイトみたいな感じだったもんね。そう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 、なんかマジでやばいよいやそうなのよね、うん、先輩がね、ドラ15期とドラ1と8は近いよね。そうそうそう、近い近い。だってドラ1ってひななでしょ、うん、ひなは同期だもんほぼねひななはもうほぼね、ひなな8かもしれないそれから8に馴染める、馴染めるね、馴染んでるひなな。てかもうどこ行っても馴染めるやろ絶対ひななすごい、すごいよね本当に。コミ力お化けだもん、うん、本当に。ひななの自己紹介さ、うん、一緒に公園出たことある？ひななと。あるある。いつ？何公園？あんな先生公園。ああ。え、すごいテーマパークみたいじゃない？どんなんだったっけ？え、はいどうもーみたいな。え、嘘、そうなんだっけ？なんとかなんとか、なんとかなんとかですみたいな、すごい。そんなんだったっけ？アトラクションの前に喋ってくるお姉さんみたいな。やば、うん、すごいね。すごいね、うん、さすがだ。すごい本当にあの時が一番楽しい、うん、すごい盛り上げ隊だもんね。そうなの、そうなの。だってさ、チーム K のさ、うん、暗かったなるをさ、どうにか口説き落とそうとしてた、うん、そう、ひななさんでしょ。そうそうそう、やばいよね、すごくない？そうなの、そうなの。あのツンツンしてたなるをどうにかこうにかってやろうとしてたんだよ、うん、すごいよマジで、その精神力、うん、心開いてるもん、うん。あとね、エリちゃんのね、そうだね、エリちゃんの心も開いて、うん、だって最初嫌だ嫌だってめっちゃ泣いてたからね。本当に泣いてた。なのにさ、今じゃさ、うん、大好きとか言ってさ、うん、チーム K イエーイみたいな K でさ、寂しくて泣いてるぐらいだもんね、うん、嬉しくてね、そう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 、泣いてるぐらいだから、うん、なんかもう、そうなの、え、K だ嬉しいみたいなやってたから、ね、さ、ひななすごいわ、うん、ほんとすごい。ひななってすごいんだよ、うん、マジですごいよ、ほんとにそう、ほんとに。そうなんですよ、一家に一台、一チームに一台は欲しい。欲しい欲しい欲しい、本当に。でもさ、その時にさ、村山チームフォーの時にひななさんがいたらさ、どんな感じだったんだろうね、うん、それはそれでなんかどうなってたんですか、ね、いやめっちゃ知りたいんだけど、どうなったんだろう本当に。超知って、あの静かだったところにさ、一人ずっと喋ってんのかな、どうなんだろう、かいろんな人にめっちゃ振ってんのかな、私かっこいいやで、おもろい。どんなんだったんだろう、なんだろうね。確かにチーム4のひなな想像できない、まずできないよね、うん、でもなんかちょっとさ、ちょっと追ってみてほしかったな、ね、見てみたかったそうそう、いい話だ。まあ ね、人見知り、人見知りぐらいね、うん、まあ確かによかった、うん、それはそれの個性だったもんね。なんかチーム4は静かだよねっていう、そうそうそう、この何、そういうね、うん、あのあれだったから、うん、それはそれで良かったんですよ、うん、逆にね、そうそうそう。なんだろう、こう全員あの陰キャっていうか、あの違うけど、あの静か、うんうんうん、全員静かだから、逆に静かな方が落ち着くみたいなとこあったよね、うんうんうん、あったあった。盛り上がってると、あ、私入れないんだとか、うんうんうん、なんか入らなきゃみたいな、そう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 、そうなんかってなっちゃうから、逆にこうみんな静かなぐらいが、ね、うん、でちょっと喋るみたいな、うんうんうん、そのぐらいがなんか居心地良かった気がするね。そう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 、逆に今思うと、うん、だってね、うん、ずっとワイワイしてて入れなかったら、あ、私、うん、ぼっちだみたいな感じにさえもなっちゃうからさ、どうしてもあれ嫌われてんのかなとかってなっちゃうから、うん、もうみんな静かだとそんなもんないじゃん、そうなの、全員静かだから、そう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 、だからそれはそれでね、すごくね良かったと思うよ、うん、別に喋らないわけじゃないしね、うん、全然喋らないわけではなかったし、なんかちょいちょい喋ったり、うん、まあ、してたしけど、だし、まあ向上心もすごかったしね。そうなの、そうなの。結構どのチームもよりも結構ね、うん、鉄な公演とかめっちゃ厳しかったよね、うん、めっちゃ、そうそうそう、もうやってたよね、うん、そのだから、ね、めっちゃ良かったよね。そう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 、すごい、やっぱでも入った頃は戸惑いすぎて、いや、わかる、なんか戸惑ってたね、戸惑ってた、うん、懐かしい。でもすごいね、あの静かな方からすごい賑やかな K に移動するなんて、うん、いや、そう。でもなんかそのチーム4で、うん、た
多分チーム4の中だったら盛り上げる方だと思う、うん、あの時のね、うん、陽キャの部類だよね。そう、チーム4の中だったらね、うんうん、だから多分いけたんだと思う。あーね、そう、多分確かにそのチーム4の陽キャで、まあ、チーム K の陰キャみたいな感じだよね。なんかこうそのテンションレベルで言うと、うん、なんかこっちが K で、うん、こっちが4だとしたら多分この辺にいたちょうどつなぎ目ぐらい、ね、チーム4終わる頃多分この辺にいたから、うん、今ちょっと K のこの辺で頑張って、いいねいいね、うん、いいねいいね。そう、普通になんか面白い、え、楽しそう、普通に、え、楽しい、めっちゃ楽しい、なんかワイワイしてるし、うん、良さそうだなってめっちゃ思うわ。なんかリップの色一つで盛り上がってる、かわいい、すごい、 そんな小さいことで、うん、やばいじゃん、めっちゃ幸せだねそうなの、ほんとになんかでもそうだね、エイトっぽいかもちょっと。ああ、そうなんだ、あのノリの雰囲気とか、くだらないことで盛り上がる感じ。どうなんだろう、この間はくるみちゃんのグラビアをみんなで見て、うん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 、もうすごい大騒ぎ、大興奮してたの想像できるんだけど、なんかちょっと少年のようなねすごいそれはなんか想像できそう、うん、そうなの、そうなの、確かに確かに面白いな、そういいな、いいな。今の方は、今の方は明るいでよ、めっちゃ、誰、そんな変わんないメンバー、うん、そんな変わんないかな、あ、そんな変わんないこともないけど、でも先輩がポンさんとユーリーさんとメグさんと、うんうんうん、ああ、そっか、メグちゃんフォーだか、そう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 、うん、あとユカルンさん、あ、そうだ、ユカルンさんと、うん、かな、終わりかなぐらいしかいないし、あ、そっかそっか、うん、メグさんも結構キャッキャッキャッキャ言ってるし、ねね、ソヤミンとかもそうだし、あ、あ、ナナスもいるし、うんうんうん、結構ね喋ってるよ、ずっと楽屋で、確かにめちゃ盛り上げる系の人いるね、そう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 、だからなんかあんまりシンとしてるのはないかも、うん、結構賑やかでなんか明るそうだなって、うんうん、なんか誰かは絶対喋ってる、誰か同士でみたいなのかな、なんかシンとしてるのは、ナビも喋るしね、うん、喋、うん、るから全然ね、確かにないね、結構賑やかですな、うん、4年前の4がこう人見知りすぎて、いや本当そうなので、みんなでも多分それを得て、どのチームでもそうだけど得て、でそれで新しいチームになって、あのみんな喋れるようになったのよ、そう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 、みんな成長してる、そう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 、だからより一層あの今のチームが明るいっていう、そう、あ、そうだ、キーちゃんもだ、キーちゃん、あ、キーちゃんね、キーちゃんももう同期みたいな、そうそうそう、だからそうなの、うん、そっか、キーちゃん、うん、確かにチーム4にキーちゃんいると安心するわ、うん、めっちゃ4って感じだよね、うん、今の4もあれね、全然いけそう、ほんと、うん、めっちゃ衣装かわいい、公園かわいいよね、うん、めっちゃかわいいんだよ、すんごいふわふわして、そうなの、いい、そうなの、キラキラふわふわかわいいよね、あれめっちゃいいよ、なんかうちらチーム K は、うん、結構8割湧き出てる、うん、基本ここしかない基本ここだけ本当に最低限でやらせてもらって、すいません、はい、最低限でやらせてもらってます、やばいそうなの、そうなの、やばいな、確かに受けるそうそう、まあ、K っぽくてね、うんうん、いいけどね、あのアンコールあれでしょ、ん、アンコールのね、うんうん、よく聞く、あ、そう、うん、あれがね、もう本当にここだけ、いや、あれ本当にやばいよね、露出度高くない、そうそうそう、びっくりしちゃった、うん、なんか最初は戸惑ったけど、もう慣れた、もう全然、あ、すごい、私これ似合うやんと思ってそう、確かに確かに、ね、
ね、あの抱きしめられたらで、うん、シャツがつくぐらいかな。あああれでかけられる薄いやつね。でもどうせこうなるから、ね、いや確かに確かに、うん、すぐ肩出てくるね。そう、ぜひ見に来てください。面白いんだけど、うん、もうチームフォーマーが翼はいらないとかやってるよね、うんうん、やってやって、ね、見に行きたい一回ぐらいは。マジで見に来て、うん、すごい最近の曲って感じ。うん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 、新しいからね。わりかし新しい声ですね、そもそもに。そうそうそう、 ね、 ね、衣装も可愛いし、可愛い、オープニング可愛い、可愛いよね。めっちゃ暑いけどね。暑そう、めっちゃ暑いよ、やばい。しかもオープニングが一番きつい、ダンス的にも。だからもう一番きついのに一番厚着してるから、そう、一番しんどいけど、あのなんかデニムみたいなやつでしょ、うんうん、ジャケット、なんだろうね、アウターを着て、めっちゃ可愛い。オープニングゲッチュー、うん、ゲッチューと青草と、うん、ランナーズハイ、うわ、あとなんだ、ビーマイ、結構、そう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 、結構いくね。結構きついのよ、うん、チーム A の衣装はめっちゃ可愛い。あ、ね、本当に、めっちゃ可愛いよね。あの、よくないよくない、もう A だってさ、ほとんど作ってるよね、うん、新しく。そう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 、新規だもんね、あれ。めちゃくちゃ可愛いね。なんか歌番組に出るんかなぐらいのさ、うんうん、白いやつとか。そうじゃない、めっちゃ可愛い、ね、あのさ、本当に、ええみたいな、めっちゃ可愛いよね、あれ、うん、壁じゃん、そう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 、アンコールもさ、なんかピンクのさ、可愛、うん、いよね、あれね、いろんな形あったし、そんな可愛いことある、ね、と思って。そうだよね、うん、だってユニットもさ全然さ、うん、分かる。えーちゃん、奈々さんのユニットのさ、センターのさ、あの、奈々、うん、さんとかひーちゃんとかがさ着てるさ、うん、デニムのさ、はいはいはい、めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。あれセンターの子ゲーロゲロ可愛いよな。もうほんと超可愛い。一番可愛いんだけど、あれ、うん、やばい。いいそう、でも基本セリカがずっと出てるから。あ、そう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 、セリカのインスタでよく見る。そうそうそう、かわいい、めっちゃかわいい、あれ、うん、みんな似合うね、あれめっちゃいい。え、あのデニムのやつめっちゃかわいい、ね、めっちゃかわいいよね。初めて見た時そう、キャーかわいい、ね、ってなっちゃった、みたいな。すごいよね、ケイにも一着分けてくださいね、ないよね、とかい、うん、フォーはだから新しいから一着も作ってもらってない。そうだよね、最近の衣装だもんね。そうそうそう、 A から K までは一着あるじゃん、うん、絶対。あ、はいはい、新衣装ね、作ってもらって、うん、うん、4はない。あ、そっか、一着もない。そうそうそう、めっちゃ可愛いもん、自分の衣装ね、可愛い、うん、いいよいいよ。 B もね、なんかね、うん、カラフルなさ、ね、なんかフリ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 、マーメイドみたいな、うん、B って感じ。 B だよね、うん、あ、かわいい。 K はあれだよね、ゴールドみたいなね。あ、そう、ゴールドでやらせてもらってます。ゴールドでね、あれもノースリーブで、あ、あれ、私は半袖だ。あ、半袖、あ、よかった、よかった、よかった、あ、よかった、よかった、嬉しい、よかった、よかった、うん、ノースリーかと思った。そうそうそう、半袖でした。あれ意外に小物めっちゃ多いよね、びっくりした。あ、そうなんだ。ネックレスとかさ、うん、そう、すごい小物いっぱいで。小物ね、え、K 全部小物ある。え、マジ、うん、うん、全部の曲ギャリングとかあるかも。え、すごい。確かそうなんや、うん、いいな。確かに装飾多いかもしれない。でも外したりつけたりするの忘れるよね、あれ、うん、そうマジで、あ、しれっとついてたわみたいになっちゃう、うん。これ何時まで？今何時？確かに。今何時？何時？時間がそもそもわからん。あれ15分出たっけ？ん ？15 分。あ、15分出てたわ。あ、出てた。うん。11時26分だって。お、お、え？結構やってんじゃん、うちら。ね。なんかちょいちょいメンバー来てるから、あ、もうそろそろなのかなって思ったけど。確かに確かに。まだまだや。ね。あ、え、公演今日、うん、あ、そうだ、今日雫公演、雫公演久しぶりだ、うん、いいね。そう、間空きすぎると毎回忘れる。確かに、いつぶり？え、でも1ヶ月。うん、1ヶ月って微妙だよね。うん、ほんと微妙、うん、
にショールームしただってログインからやってたもんねそうそうそうびっくりしたやばいよね本当に気づいたら時間経ってる2021日あ、本当？って書いてるって書いてあったさっきマジ確かかなすごいね2000日ってすごいよマジ本当嬉しいすごいイエーイイエーイイエーイ昨日のリモートもそこからあ、そうそうそう昨日もここからやってましたうんエイトのやつだそうそうそう昨日で9歳なんですねあ、お腹鳴っためっちゃ大きい音だった ねすごいいい音だったよ、うん、いいお腹の音だった本当に聞こえたかな大丈夫かな聞こえてそう聞こえてるかなショールームって意外に音拾うくない本当うんあ、いい音だって聞こえてたやだなすいませんあ、じゅかちいじゃん ねお腹ちいちゃったお腹ちいたよねまあまあいい、だってちょうど昼時だもんね、そうそう、昼時昼時だよのこの後、あやなさんはお稽古ですか Yes もうちょっとで投資いや、もう一回投資してあ、まあやったんだそう、うん、ほんと全然まあやってみようみたいな感じだねとりあえずね、感覚をつかむためにみたいな明後日衣装付きかなおー、うん、楽しみね楽しみだね、皆さん見に来てくださいアサルトリリー見に来てください AKB いっぱいですもんねそう、さきさんとゆかるんさんとなぎちゃんと出てるんでお願いしますお願いしますお願いします。私も見に行くよ。え、来てくれるの？うん、やった、嬉しい。頑張ろう。ここではいつとか言わないけど。そりゃそう、それはね、内緒。シークレットで行きますから。そりゃそうよ。そうそうそう。いいよいしょ。なんか空いた。うん。え、ご飯食べない？ご飯持ってきてない。コンビニ行く？行こっかな。行きたい。行く？行こう。じゃあランキングもぜひ。よし。楽しいだ。よし。13位幻さん。あ、13位りょうたと待って、あ、ちょっと変なのちょっと。13位りょうた鳥ももしさん。12位よしおんさん。12位スミーグルグンマニアさん。11位さあまささん。11位リオさん。10位ゼリーさん。10位マモさん、9位ワイマツさん。今日が劇場で見られる最後の雫公演かもだって。いやマジかも、そんなこと言うなよ9位お父さん埼玉さん。8位横井よしさん、8位ゆきたんさん。7位春太郎さん、7位谷さん。6位ナッティさん。6位ネスカフェさん。5位ヨカヤンさん。5位カニネコでも好きだよさん、4位ヤングさん9周年おめでとう、ありがとう。4位ヨシクニさん。3位ワッフルさん公演楽しみだって、待ってます。3位 YSA73 今日も頑張ってさん、ありがとうございます。2位カナティさん、2位ギフミン297、これだって見るの？ん？あれ？こっち名前見れない、これか。ギフミン2975落語バカのあやみ、おお、ありがとうございます。そしてキャンの、あら変わっちゃってる、いつの間にか。でもちょっとじゃあ2位と1位がね、うん、変わっちゃったんだけど、今2位になって、さっきまで1位だったメタロポリスさん、1位ヤスさん、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。じゃあご飯食べます。バイバーイ。